ピカルディ語を使用した看板ピカルディ語はフランス北部及びベルギー南部に分布するロマンス語の一つでオイル語系の言語である。主にフランス北西部ピカルディ地域圏とその周辺及びベルギー南部で話される。フランス国内の阿舎数は正確な調査が政府によって行われていないために不明だが相当数の住民が第二言語もしくは母語として 日常会話で用いている。また、ベルギー内の和社は、ベルギー政府によって公的な保護を受け、実数としても50万人という、まとまった数の和社が存在するという調査報告が出されている。方言は、ピカルリ方言とノールパドカレー方言に対別でき、このうち、北部方言のブーロンネ方言をベースにした、標準語の制定がなされている。 ピカルディ語は少なくとも千年頃からラテン語のバリエーションから個別の言語へと分離したと考えられている。この時代、南部ではオック諸語が成立していた時期でもある。語彙面では長年のフランス政府の集権化によりかなりの影響を受けているものの、ピカルディ語独自の単語も非常に多い。現在のピカルディ語は話し言葉として用いられるのがもっぱらだが、中世時代では盛んに、 ピカルディ語文学が執筆されていた。1990年、ベルギー政府が国内の地方言語に対する地方公用語の承認を決定した際に、ピカルディ語はバロン語、フランク語、ロレーヌ語と共に独立言語として保護された。フランス政府は言語統一の方針に基づいて、これを無視した。しかし、フランス政府の言語政策に関するいくつかのレポートは、 ピカルディ語がフランス語の方言ではないことを認めている。フランス国立言語アカデミー理事長で著名な言語学者であるベルナール・セルキリーにはフランス語とフランス語の方言と呼んできたものの際は明確に開いている。我々はブルゴーニュ語、ピカルディ語、ワロン語、ノルマン語、ガロ語などを地方言語として認めなければならないと研究レポートで述べた。ありがとうございます。